はい。はい。肉うどんのお客様で。はい。ナミ、運んで。はい。お待たせしました。来た。いただきます。うどん屋の一人娘で看板娘だった私は、いつも店の手伝いをしていた。ナミちゃん、いつ見ても別品やな。ありがとうございます。もうちょっとあんまりおだてんとってよ。大将、これあれやな、将来この店継いでくれる向こうさんもすぐ見つかって、将来あんたやな。だったらいいけどな。もうやめてお父さん。もうさあ、高校卒業したら絶対に東京行くんだ。私も東京でデザイナーになるんよ。叶えるぜ、叶えるぜ、東京行こうぜ。東京か。でも私はこの店を継がんといかん。ナミ、ナミ、ここのうどんはほんま最高や。最高やな。なあ、山本さん。最高や。加賀一のうどん屋の娘に生まれて、お前はほんまに幸せもんやな。幸せもんやな。お前、いらっしゃいませ。ビンゴ。え、あなたね、噂通りだわ。ちょ、うちの生徒に何か用ですか。えっと、あの、どういったご用件でしょうか。あ、すみません、私、実はこういうものでして。芸能プロダクション。大久保有沙、気になる。これ確認しとこう。わかりました。ね、黒川。はい。このね、熊本の水島さくら子。はい。こいつの趣味が気候っていうのもなんか妙に気になるな。はい。これも要チェックだね。はい、かしこまりました。結構出てるんだな、これな。はいはい、はい、ちょっとお電話がいってます。はい、あ、しもしも、ん、見つかった。あ、そう、どうなの、直感的に。ん、こういうのはね、直感が大事だからね。直感すべてだから、一目見ただけで分かっちゃうから。直感した、しちゃった。そうかい、じゃあもろもろよろしくだね。あ、ちょ、お土産は名物かまどで。醤油まで。あん入りの餅。はい、承知しました。ねえ、あなた、芸能界とか興味ある？え、実は私、あなたを東京からスカウトしに来たの。スカウト？うどん屋にすっごく可愛い女の子がいるって聞いて。あの、急にそんな話をされましても。ですよね。ちょっと急なんだけど、今度うちの会社でアイドルのオーディションがあるの。よかったらあなたも参加してみない？ちょ、やめてくださいよ。だいたい東京やなんて。ナミ、お前アイドルになってしまうんか。じゃあ、この店は先生、いつかこの店でうどん食べれなくなっちゃうのか。え、とにかく東京に行く、お金は出せんけんね。まあ、よかったら一度ご連絡ください。ちょ、ちょ、ん、なに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 。何これ、すごくない？私も驚いた。当然行くんだよね、オーディション。受かったらアイドルってこと。行くべきだよ、絶対。ナミなら絶対受かる。絶対受かるよ。そうかな。むしろ私が応募しようかな。え、じゃあ私が応募しようかな。いや、二人には無理、私が行くから。いや、どっちも無理やろ。あ、じゃあ私、ダメ。でもお母さん、
オーディションや受けてどうするんな。大体あれやろ、あんなこと急に言われてちょっとその気になっとるだけやろ。ナミ、代々続いとるこの店継ぐんはあんたしかおらんのよ。じゃあ私は何も決めれんの？え？私にだって夢はあるん。うどん屋になることが私の夢じゃない。ちょっとナミ、おい、ナミ。哲也くん。あれ、店の手伝いは？私はあの店におるもんやって決めつけんで。なんや、怖いな。あ、ところでお前、明日の夜って空いとるか？え？オーディションに合格しますように。怒らんやん。ああ、やっぱな。信じる方がどうかしとるわ。先生が来る。ただいま。はい、おかえり。なあ、お母さん。ん？これ先生から。先生から？うん、私宛に。うどん先生、何かしら。これって、あ、もうしょうがないの。じゃあ行ってもええってこと？時間あるけ、なんか食べに行こう。あのこの辺にうどん屋さんは？うどん食べるなら、あの角曲がったところに蕎麦屋があります。あの、うどんが食べたいんですけど。だからうどんを食べるなら蕎麦屋に決まってるでしょ。ただいま。おかえり。どうやった？ん？受けないで帰ってきちゃった。え？お腹すいた。いただきます。じゃあオーディション券買ったんて？だって東京って蕎麦屋さんばっかなんやもん。それだけの理由で？うどん屋のないとこや私は暮らしていけんわ。
さすがうどん屋の娘やな。そうなることを見越して先生はオーディション行きを進めたんですかね。そんなわけないやろ。でも一回離れてみてふるさとの良さに気づくことってあるやろ。東京に行ったけん分かったんよ、私やっぱりここが好きやって、お待たせしました。ありがとうございます。いただきます。おいしい。おいしいでしょ。おいしいです。よかった。迷ったこともあったけどうどん屋の娘でよかった。今はうどんブームですからね。そういやうどん先生今でも来やん。ガミの店の常連さんやったやろ。あでも先生私たちが卒業してから割とすぐに学校変わったけん。そうやったん。ああそうなんですよ。先生のブログ見たらどうやら今名古屋におるみたいで。うどん先生のブログ。ブログあったんだ、うどんのくせに。それで今日の同窓会のことも知らせてみたんですけどまだ返事なくって。先生呼んだ。勝手なことすんなよお前。何怒ってるんですか。いいやん、先生が来てくれるんやったら。あ、うどん先生や。今から行きますやって。楽しみ。久しぶり。30年やからね。どうなってますかね。名古屋からわざわざ